旅をするチャンネル音旅、今晩は小川ウェイです。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃん、フランス・ウォーズマンの Further Reminders という2001年にリリースされたアルバムです。2000年にリリースされた Tiny Reminders というアルバムのリミックスアルバムになってます。前に紹介したこのアルバムなんですけれど、これが Tiny Reminders というアルバムで、これのリミックスという形になってます。すごい、めっちゃボロボロなんですけど、これめちゃくちゃ名盤やなと思ったやつ、大好きなんですよね。いい曲ばっかりで、それのリミックス版ですね。元のアルバムの曲が素晴らしすぎて、やっぱりそっからリミックスするってなかなか難しいよなって思ったりもします。結構ね、いろんな人がリミックスに関わってるんですけれど、好きな曲をピックアップしていきたいなと思います。まずは A2 のバンカーという曲。この曲私も元の原曲すごい好きなんですけれど、それのリカルド・ヴィラ・ヴォスリミックス、これがねすごい斬新なんですよ。元の曲は結構可愛らしくて軽快な感じなんですけれど、この人の手にかかったら一変して獰猛な犬が軽く吠えるみたいな、なんかそんな感じの曲になってます。斬新です、すごい。で C1 のヌフレックスドライアンドヘビーリミックスなんですけど、このドライアンドヘビーっていうのは日本人のユニットで、その彼らによるダブリミックス、攻めるダブっていう感じでめちゃくちゃかっこいいです。これすごいお気に入りです。で D2 のブルートゥルクラットリミックスなんですけど、このクラットっていうのはトゥルンスポーツマンの別名義なんで、本人たちによるリミックスっていうことになります。元の曲は YMO のカモフラージュっていう曲をサンプリングしているんですけれど、これはドラムベースになってて、もうその YMO 感がなくなってるんですけれど、めちゃくちゃかっこいいんですね。すごい厚みのあるドラムベースやなと思って、私はこっちのリミックスの方が好きやなと思います。めちゃくちゃかっこいいです。これが一番好きです、私。で、最後 D3 Tiny Reminders No.3 Calexico Remix。これはアメリカのロックバンドによるもので、なので打って変わってバンドサウンドになって、それがすごいエモいんですよ。で最後の曲なんで、すっごいエモーショナルにこのアルバムが終わっていくっていう、このギャップもいいんですよね。最後はエモーショナルに締めるっていう、その感じもいいなと思います。ということで今回はトゥーノース・ウォーズマンの Further Reminders というリミックスアルバムのご紹介でした。元の Tiny Reminders と一緒に聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。